主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。はい。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい。おもれきなんですけれども、うん、この前ね、何、小学生時代の幼馴染とちょっと会ったね、うん、でまあうち僕が行ってた小学校ってとても一クラスしかなかったね、1学年、うん、だから6年間ずっと一緒だったんですよ。なるほどね。まあ家族みたいなようなっていうのもあるんですよ。そうやね。でね、ちょっとこうまあ結構ずいぶん大人になりましたよ、僕たちも。お互いね、で時々小学生時代の時のことを振り返ることもあるわけです、うん、でその時にね、そのクラスでね、うん、一人のね、こうね、みんなでね、うん、仲間外れにしちゃったことがあるんですよ。ほうほうほう。まあ今でいういじめですね。いじめね。で、正直言ってね、僕はなんでその子が仲間外れにされてたか理由を知らないんですよ、うん、ただ周りがみんなあの子はねちょっと汚いからとか、まあ、そういう系みたいなのを聞いてなんかえおかしいじゃんって言って止めたりするとカッコつけててとかって逆にいじめられそうな、まあね、集団心理が働いちゃってて、ね、で、うん、でまあ、まあ無視しちゃってたわけですよ、うん、で当時の担任の先生がもちろん気づかないわけないよね、うん、でなんか学級会の授業の時とかに、うん、もうみんなに対してものすごく、まあ、要は説教してくれたわけですね、うん、まあ、要はダメじゃんと、うん、でそのまんまそのいじめっていうのかな、仲間外れはこう自然的に解消されて元に戻ったんですよ、うん、だけど僕たちって、うん、まあまあ僕はその子に謝ってはないんだよね、うん、そのことを、はい、でだからクラスとしてなんていうの謝ってはないんだよね、うん、だから謝っちゃんとなんか謝った方がもっとだ時々思い出すんだよね、年に1回ぐらい、うん、うん、謝った方謝りたいなって思ったり今更って思ったりなんかね、ちょっとって思ってるんだってこうその幼馴染に喋ったら、うん、いや実はね俺もそう思ってたんだよって言うから多分あのクラスの仲間はみんなあれをそれなりに傷として持ってんのかななんてねちょっと思ってね反省的な飲み会をしてたんですけど ね、今でもこういじめってあるじゃない。ね、そこで飲んでて2軒目に行った時にね、うん、なんかまたその話持ち出して2軒目のスナックでママさんにも喋ってたの、うん、そしたらそのママさんは私も実は中学生の時3年間ずっといじめられてたの。で、まあ、いろんな事情があって親にも言えなくて、うん、一人で悩み苦しんでたの、うん、だから自殺未遂も何回もしたのよって言ったのよ、うん、でそれ聞くとさその仲間外れにされちゃった子も、うん、もしかしてそんなこと考えてたりしたのかなとか考えたら余計ネガティブになっちゃってね。うん、ねえ、本当子供って怖いね。なんかきっかけでこう無視しちゃったり、悪気がないのに人を傷つけちゃったり。まあありますね。ねえ。ずっとそういうのって歴史の中で繰り返されてることなんだろうけどね、本当にもうね、殺しちゃったりとかね、自殺に至らないようにみんな気をつけようね。なんか教育テレビみたいになってきたね。さあさあ、さあ、最近ね、はい、おもれきってね、はい、戦国時代あまり扱ってないような気がするんですよ。そうでしたっけ。なんか、ちょっと前にほら、黒田官兵衛のさ、うん、話をして、うん、それっきりまた古代に行ったり、うん、最近だったら戦争もずっと続いてるじゃないですか。そうですね。で、ちょっとね、こう戦国ものにしよっかなって思ったんだけど、うん、ちょっと違う、うん。こう、なんていうんですか、こう、
戦国大名って、うん、今どうしてるんだろうかって気になったんですよ。はあ、うん、今、うん、現代ってこと？現代、はあ、だって今でもその戦国大名のお家って今でも続いてる家ってあるのかなって、うん、徳川家はあるじゃん。ありますね。でも豊臣とか潰されてるじゃんか、滅亡してるじゃん。まあまあ本家はね、うん、だし他にもこういっぱいね消えてってるじゃない、うん、でこう江戸だから何しろそう、まあ、こう近世ですね、江戸戦国武将戦国大名が江戸時代を迎えて、うん、さらに明治時代まで続いた大名家って、うん、あるの？ってごく少ないですね。少ないですか？うん、だからちょっとそこら辺ちょっとついてみようかなっていう回に したいと思います。はいはいはい、はい、でまずね、うん、戦国大名のなんか定義ってあるんですか？戦国大名、うん、あのさ江戸時代の大名って1万石以上の、ね、なうん、さお 武士でいいの、うん、の人を大名って言うんでしょ。そうですね、うん、だからあとほら過去には守護大名っていうのもあるでしょ、うん、で戦国大名ってあったでしょ、うん、であの戦国大名って言われてこの人は戦国大名だけどこの人は大名じゃないとかなんか違いとかってなんかあるの？ちょっといまいちそこってもやもやってしてて、はいはいはい、ほら織田信長は戦国大名だよね。そうですね。だったら柴田勝家は戦国大名なの？まあ配下の武将だ、うん、戦国武将どう、まあまあ自分、うん、難しいとこだね。だよね。だから毛利元就が戦国大名だよね。そうですね、うん、とかなんかほらよそのこう歴史の小説とか漫画とかドラマで、うん、いろんな有名な戦国時代の有名人っているわけじゃないですか、はいはいはい、うん、その中には戦国大名だったり、うん、ただの家臣だったり、はいはいはい、ね、商人だったり、まあ、いろいろいるわけじゃないですか、うん、だから それって どういうものなのかなってちょっと思ったんですよ。あ、まあ、基本的なこうなんですか、領域支配ですね。要するにその小さい土地を支配してるのは大名じゃないんで、まあ、それこそね、豪族領主みたいな、領主だし、将名、まあ、戦国将名、まあまあ大名のちっこいの将名って言うけどね。本当に言うんだ、うん、ああ、でまあかつその戦国時代を生き抜くため その独自の領国支配の方法、うん、その権威とかに頼らない、うん、そういう名をしてるのは、まあ、基本的な戦国大名の、まあ、定義だよね。じゃあ何ですか、独立国家じゃないけど。そうですね、独自の領国運営をしつつある程度の領域の支配をしてる人たちが、まあ、一応大名なんですよね。だから柴田勝家なんかは、まあ、信長の、まあ、領域の一部を支配してはいけないから、まあ、大名とは言えないのかもしれない。織田家のその北陸担当、北国担当、まあね、みたいな、うん、感じ。そうですね。ああ、そうすると思ったより戦国大名っていう人は僕が思ったより少ないのかな。うじゃうじゃいるもんね。ああ、だから厳密になんかその数字があるわけじゃないね。1万石以上が大名、まあ、そもそもその頃ってあんまりその石高制じゃないしね。はい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 、はい、うん、そうですよね、うん、うん、だからね、だからじゃあそのまあで毛利さんとかはすごい国をこう、うん、西国の戦国大名で、そうですね、こう、まあ、江戸時代を迎えていくわけとかさ、うん、あるから、だからその戦国大名っていうのも、まあ、そこそこの数しかいないし、だからでこう江戸時代を迎えれるのもむちゃくちゃ多いわけでは、いや、かなり少ないと思います。数えるほどじゃないですか。だってさ、自分が知ってるところでも結構滅亡していくもんね。その信長秀吉の時代だとほら浅井朝倉とかはもう滅んでいくわけでしょ。うん、そうですね。で、北条氏とかも今川氏なんかもダメじゃん。うん、
没落していく、まあ、北条なんかは一応細々と大名家で残ったりとか、あ、まあ、今川も大名じゃないけど、まあ、旗本で細々やってるとか、まあ、その残るっていう定義がなかなか難しいところなんだけど、そうだよね、だから話していけたらって思うのは、戦国大名で、それもちろんその戦国時代の乱世で負けて、そのやられたとこの配下になっていく人たちもいるわけじゃん。で生き残ってたりするのもあるわけだ。名前と血筋だけが残ったんではないってことね。戦国大名からその江戸時代の金星の大名に乗り換えられたという人で、ね、明治まで迎えれた大名はどれだけいる、うん、どういうお家があるのかってしましょうか。はい、うん、あとねちょっと一点言うと、はいはい、領地の問題があるんですよ。名前大名としては残ったけど、うん、ずっと戦国以来の領地に住めたか住めてないのかっていうのまで入れるとかなり減るんですけど、どうしましょう。じゃあ厳しく、うん、あ、厳しくもうない、じゃあほとんどないよ。あ、じゃあありにしましょうか。ありにしましょうか。じゃあまずじゃあその戦国時代から明治時代まで、うん、領地も変わらずに、はあ、明治を迎えれた大名っていうのが少ないですよ。本当に少ない。いや多分3つか4つぐらいじゃん。あ、そんなもんなんで、うん、でもそうだよね、上杉とかでも、上杉はねかなり変わってますね。変わってる、伊達も変わってるよね、うん、まあ、伊達家は比較的、まあ、そうか、江戸時代を迎えた時にその地によって250年変わらなかった。で、まあ、戦国時代から大体その辺にいて、それがまあ、伊達ってだって山形じゃん。もともとはね、福島伊達郡の出身だし、仙台で、まあそうやね、まあそうやね、伊達家はまあそうやな。まあいろいろツッコミがあったら突っ込んだりしていきましょう。今日は軽くね、はい、まあいつも軽いんですけど、はい。じゃあ、そうか、徳川家だって領地変わって、変わった。徳川家出したね。うん。はい。じゃあなんだろう、僕思い浮かぶのは、うん、島津藩。まあまあそこでしょうね、一番は。鹿児島。薩摩か。薩摩、大隅ですね。あと、ちょっと地図を見ながら、ちょっと見てるんですけど、うん、毛利？まあ、毛利県も、でも、まあ、もともと、もうちょっと広島の方だもんね。うん、秋の方で、ね。そうそう、もともとあったとこの一部に押し込められたってパターンだよね。ああ、うん、そうか。上杉なんかもそれに近いんだけどね、もともとそこも含めた広い範囲からそこにキュッてされたっていう。あ、越後と山形の方も領地だったの。もともと新潟じゃん、上杉って越後 で、ね、秀吉の時代に会津かあの辺に移ったで、その後に関ヶ原の戦いで負けて、もうちょっとキュッて米沢にキュッてされちゃうね。あ、そうか、うん、江戸時代だいぶ没収されるもんね。うん、あとどこ？あ、はいはいはい、前田。加賀前田。違うんじゃないかな。あ、そうか、まずどうかな。微妙だよね。かずっと、あ、まあそうか、そうか、その辺が難しいね。うん、でも加賀百万石って戦国、まあまあまあ戦国期は一応前田としては戦国武将でも信長の配下、ね、信長の配下ですね。でもで、うん、信長死んだ後は秀吉の方、まあ一応そうやね、まあまあそうとも言えるけど、まあ、戦国、まあやっぱり信長以前からいる人でないと、はい、なんかちょっと戦国大名のイメージがないよね。そうですね、ずっと戦い抜いてきた武将ですね、はいはい、あと誰？あとどこだろうね。あとは多分南部系とかしかないんじゃない？南部藩だって東北ですよ、ね。盛岡。南部重直さんとかね。うん。南部系。南部、そうですね。あっちってあの南部ってあれ地名でもなんですよね。そうですね。もともと岩手県と。なんか岩手行った時に、なんかあっちの方で南部と気仙沼と国が違うんで、なんか文化も生活習慣も。じゃあ海沿いと、うん、なんか違う。いや、海沿いでもほら、岩手と宮城で分かれて、うん、やっぱりちょっと風習が違うからさ、みたいなことを、前、ちょっと視察に行った時に聞いたことがあったりするんですけども、ああ、南部ね。うん、うん、
あと5年もわからない。いやでもそんなもん、まあ、あと対馬とかね、宗氏なんてのもずっと、まあうん、でもここ戦争して、戦国時代戦争してたの？いやどうなんだろうね、対外的にはあんまりしてないだったら琉球だってそうじゃん。琉球大名じゃない。ああそうか、王様だし。え、対馬はこれあれ、うん、戦国大名なの？宗家って。宗氏は一応それこそ鎌倉時代からずっと対馬。ああ、なんかあんまり戦ってるとか。まあまあそうかもしれないね、うん。まあまあ離島はまたちょっと面倒な話になるね。あれは九州の方だったらあの大友宗麟とかって。ああ、大友家は大名としては残んないね。あ、残んないですね。残んないですね。それは江戸時代にはもう。元儲けは確か旗本かなんかで残ってたような気がする。ああ、うん、で大名としては残んない。でもそうだよね、みんなさ、他にもこう名の知れたその江戸初期の頃のさ、うん、有名な歴史上の人物とか大名とかでもさ、引っ越してくる人多いもんね。そうそうそう、九州ね、まあ、鍋島なんかも結構。あ、鍋島。元々あれ？あれは細川総理の細川家は？細川家は後から来ますよね。これ丹後にいたやつ？あのそう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 、そこが、関ヶ原の頃は舞鶴とかの辺じゃん。そうですね、あのガラシャとかが出る、うん、元はだってほら室町幕府の官吏だから。そうですね、あ、そうか、京都あたりの人だから。あ、でもそれが由緒正しい。お家はね、由緒正しいお家ですけど。いや、こう細川家みたいに戦国大名やってて引っ越しはしちゃったけど、うん、ここもだから大道に至る、うん、大名家として名前出てくるのってやっぱり信長以降じゃ、信長にひっついてからでしょ、はい、そうか、明治になったら家族として生き残ったってことになるのか。まあまあ大名ならね、江戸時代にね、そういうこと、うん、お宅で戦国時代、戦国大名やってて、うん、で戸佐賀大名ってこと。何が？その江戸時代の大名ってことは、それ戸佐賀大名、審判は大名なの、あれ。もちろんもちろん、審判、譜代、もう、要するに徳川家との関係でしょ。うん、うん、はい、はい、だって今川なんてもうダメでしょ。今川もないね、戦国の有名な大名で、そんな、どこなんだろう、小さいとこだとどこなのかな。斉藤家なんかもないじゃん。斉藤さん、斉藤道さん。斉藤道。斉藤家ないね。ないでしょ。武田信玄、武田家も滅びちゃうしね。尼子氏も滅びる。尼子もね。大内も戦国で終わっちゃうね。大内もそうですね。浮田は？浮田家も江戸の初期に潰れちゃいますね。な、江戸の初期、ああ、じゃあ関ヶ原の戦いで負けんのか、うん、はあ、それで終わりですね。でちょっとね、まあ、戦国大名っているじゃん、うん、で江戸幕府になるじゃん、うん、そしたらその家康秀忠家光の頃って、うん、たくさんこう大名を取り潰しちゃうんだよね。そうですね。それはなんでだい？それは幕府のライバルになりそうな大きな戸様大名を潰しとこうという基本的な政策なんじゃない？なるほど。だからすごい厳しかったですね。ちなみにですね、そのちょっと戦国大名とかガラッとじゃなくって、うん、家康から家光の時代の頃に改易、うん、はいはいはい、領地没収された大名の数は198、うん、で国高にすると1612万石、うん、で減封された領地が狭くされちゃったところが20件あったそうです、うん、で四代家綱の時代には22家が、改易、うん、4家が減封、うん、で綱吉の時代は33家が改易され、うん、13家が減封されたそうです。ほう。で、主な原因なんですが、うん、関ヶ原の合戦、うん、大阪の駅、大阪の陣、大阪の駅、うん、大阪の駅など軍事的なものが理由でお取り潰しになったのが93家
はいはいはい、で原稿されたのが4件あったそうです、うん、で松子用紙の禁止によるもの、うんうんうん、これは単に松子用紙養子ですね。死ん後継ぎを決めずに死んで、うん、死んだ後にこの人養子にしますっていうのは一応アウト。ダメなの？ダメなの。大変じゃん、うん、あじゃあもう今のうちに決めとかないとダメ。要するに生きてる間にもううち子供できそうにないからって手続きをして養子取っとくのは OK なんだけど、はい、で そういうなんていうの相続の失敗ですね、うん、それがねお取り潰しになったのが改易になったのが46件、うん、で原本になったのが12、うんで武家諸法度などの法制度の、なんていうの、うん、法律違反が59件、うん、で改易になったのが59件で原法になったのが4件だそうですね、うん、やっぱこの家康から家光の江戸時代初期、そうですね、やっぱ数的には圧倒的に多いわけですよね。秀忠とか結構やったって聞くもんね、まあ、あの時代は結構多いよね。で戦国時代からこの江戸時代を乗り切るって大変なんだね。まあずっと元の土地でこの時代を2つ乗り切って明治を迎えたっていうのは島津家ぐらいなんじゃないですか。島津と南部家ぐらいなんじゃないですか。そのまんま領土も大きく取られず、うん、そうですね、あんまり転戦なく。ではちょっとまあよくこう戦国物などで出てくるお家をちょっと上げてみようかな、うん、京極家、京極さん、うん、これは今もあるの？京極家はありますね。これも大名で残りますね。これ今のこれなんかこの前やったじゃん、あのお城の現存、あのなんだ丸亀藩なんていうのは京極家ですね。丸亀って北陸、四国の、うんうん、あそうか、じゃあ丸山、うん、丸岡、あ四国、これでもさ近江にいなかった？京極家もともとそうですね、近江の出で飛ばされちゃうんだ。まあまあそうですね、大名としては、うん、四国ですね、うん、浅井家は潰れちゃう。六角氏も、六角氏もないね、ないですよね、大名としてはね、と知ってるの。北畠なんてもうないよね。北畠もまあ旗本で残るだけですね。ああ、うん、残るんだ。血筋とは残るけど、うん、大名ではないか、まあ、名門ですからね北畠。赤松氏ってこれ室町時代の、まあ、守護大名から、まあね、幕府の有力者ですけどね、赤松も大名としては残らないのかな、うん、あと室町時代山梨、山梨、ね、うん、山梨も確か旗本で残ったと、ね、残るけど大名ではない、うん、大名じゃないね。うーん、じゃあ中国諸国の方見てみよう、うん、毛利氏はまあ分かるとして、毛利は残るね。吉川は？吉川はまあ一応岩国とか、まあまあ毛利家の師範みたいな扱いですけど、一応まあまあグレーゾーン、まあ一応大名として残りかなみたいな。微妙に大名。そうですね。じゃあ同じ毛利家からで、毛利家の小早川は？小早川はほら秀明の後。秀明の後。潰れちゃいますね。ああそう、うん。そうだよね。うん、めっちゃ怒らしちゃったもんね、家康さんね。どこ行ったっけ、あんまつぶだ、おう、あと知ってんのあるかな、三好氏、三好は、そうか、三好三人衆とかの、あそこだね、四国だね、阿波とかですね、三好家も聞かないね、聞かない、うん、そう、この四国のことは、あれは山内は、あ、山内和豊ね、まあ、あれだから後からですね、関ヶ原の後に、そうか、引っ越してくる、静岡のなんだっけ、掛川から帰って、掛川なんだね、掛川、前掛川ですね、掛川とかってあの辺で松平徳川家じゃないの、まあ、江戸時代になるとやっぱりね、こう重要なとこですから、だいたい譜代の大名が入りますけど、山内和豊って戦国大名でいいの？あれでも織田ファミリーだよね。だから元々の大名じゃない。織田家の中で織田豊臣ファミリーだよね。そうですよね。中で大名になってた人ですよね。長宗我部は、うん、この大名としては残んないね。残ってんの？まだ一族はいる。長宗我部氏どうなのかな。なんかああでもダメなのかな。
大阪の駅かなんかに参加してその後ダメだったな。ああ、そう、豊臣方について駅ヶ原で潰されて、ね、で京都で浪人かなんかしてて大阪の駅に参加して滅びるのかな。あれそうじゃない、真田氏、まあまああんな感じに近いね、長宗我部氏。真田家は残るでしょ、だから兄弟でほら関ヶ原の時に雪村の方は、まあ、あの豊臣についてけど、兄貴がお兄ちゃん信行さんは東軍に作る、徳川に作るよね、うん、あれは今も残ってる、だから片割れは残ってる、ね、大名で行くね、そう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 、あれずっと信州じゃない、そうですね、あれもちょいと横に上田じゃん、もともと。ああそうか、松代だからちょこっと上ちょっと北側に行ったね、うん、あそうだ、うんうんうん、九州の小西、番組の途中ですが、収録内容が長くなりましたので、今回はここで終わりにします。続きは次回の配信までお待ちください。それではまたお会いしましょう。さようなら。